皆様こんにちは。四軸的心です。私は今、広島県三次市、東海地親水公園に来ています。かつてここには三次駅以上がですね、ありましたが、今はもう、昭和47年の、洪水なんかの影響もあってですね、ただの河川敷の、ただのって言っちゃいけないですが、河川敷のグラウンドということになってます。でちょうどこの位置関係もそうですね、こんな感じでしたね。ちょうどこの河川敷の傾斜が、今もこうちゃんと整備をすればですね、こうスタンドで座れるんですけど、当時もやっぱりこちら三塁側ですね。で、向こうの一塁側、一塁側はスタンドが作ってありましたけど、どうかな、この半分ぐらいだったかな、高さがですね。ちょうど逆光であれなんですけど、この川土手も長い間、このなんていうんですかね、護岸の強化の工事っていうかしてたんで、その時にこういうなんかこう遊歩道的な感じにですね、なっていきましたけど、以前の動画でもお伝えしましたが、昭和47年の水害ではここまで水が来たっていうのがですね、電柱とかにこうプレートが取り付けてあったりとかします。で実際に決壊したのはこの先ですね。どんくらいかな、3、400メートルぐらい先のところが決壊したんだと思うんですけど、普段はね、こうなんかこう穏やかな感じなんですけどね、でも8月の大雨の時も結構際どいとこまで水が来たっていうことで、いやー、自然の力には勝てません。で今日は10月28日なんですけど、もうシャツ1枚でもちょうどいいぐらいですね。風が吹いてるんですけども、それがちょうどこう気持ちいいぐらいの、気温は結構高めなのかもしれないですね。朝はちょっと肌寒い感じでしたが、この先ですね、西条川、五の川と合流して、あの映ってる巴橋のちょっと向こう側で、五の川と合流をして、ちょうど画面こっち向きぐらいですかね、流れていって、日本海を目指すということになります。で巴橋のあたりまで行けばですね、あの三江線の撤去の跡とかそういったのも見れるということになります。そして、三次地区医療センターですね。あそこはかつて二見中央病院ですね、だったということになるんですが、施設の老朽化と手狭になったということで、今はですね、
三好インターチェンジの近くへですね、移転をしています。ただ今はって言ってもそれ移転したのだいぶ前の話なんで、今はっていう言い方はまあ適当じゃないかもしれません。それと、なかなか二見中央病院といってもちょっともう今は分かりにくいかもしれないですね。まあ、今あの三好中央病院っていう名前ですねなってますけど、かつては、二見中央病院ですね、まあ、これはもうご存知の方も多いと思いますけど、三好軍と三鷹軍が、合併をですね、合併をした時に、まあ、2つの三月区軍が合併したということで二見軍とこういうことになってます。ただまあ旧三好っていうのがまだの中でも最も発展をしたんで、そこだけが姿勢を引いて三好になったんですが、まあ周りはあの二見軍がいっぱいあるっていうことで、まあもともとが二見軍の時にできた中央病院なんで二見中央病院ということだったということですね。これね、よく見ればあの歩いてる方とかポツポツといらっしゃるんですよね。まあ今日の天気とかだとちょうどいいこう歩きの気持ちいいコースじゃないかなと思います。ということで、皆様あの三好にお越しの折にはですね、三好駅からこの馬線川沿いのこの三好、東海地浸水公園ですね、東海地浸水公園まで来られて、この土手を向こうの巴橋のところの辺まで歩くと楽しいかなと思います。あの冬は寒いです。あの冬以外はいいと思います。はい、ということで、この動画はここまでにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。